エリック・レイモンドは、アメリカ合衆国のプログラマ、作家、オープンソースのスポークスマン的な役割を果たしている。名前の頭文字を並べた ESR の呼び名も知られている。有名な著作に g n u Linux の開発の手法を分析した、ガラントバザールをはじめとする、オープンソース4部作や、ジャーゴンファイルの新書籍版があり、同ファイルについては現在メンテナでもある。 彼自身もオープンソースソフトウェアフェッチメールの開発に携わった。開発手法の名前であるバザール方式はレイモンドの作った単語である。ネトスケープのソースコード公開並びにモジュラ .org 設立にも大きな影響を与えたとされる。コンピュータへの興味のほか、SF とそのファンダムなどにも興味を持ち、政治的にはリバタリアニズムなどを主張する。 例えば銃規制は間違っているという抗言などが知られ、近年はブログで政治的発言を繰り広げている。9.11同時多発テロ時には、ブッシュ政権によるアフガン侵攻を支持する文章をブログに載せて物議を醸した。ありがとうございます。